はい、こんばんは、塩です。今日は小塩さんの2人で事故物件っていう、まあちょっと短編ホラーのねゲームをちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前のね夜勤事件とね、あのデベロッパーさんが一緒でございます。小塩さん、よろしくお願いします。お願いします。またお前チャットに書いてんの？書いてないよ。またお前チャットに、ほら書いてない、書いてない。また猫の足跡書いてない、書いてない、書いてない。いや、これは視聴者の皆様がいたずら書きをしてる。書いてる、書いてる。今スクショしたから後で送るね。うわ、怖い。怖いわ。今日は事故物件をちょっと探索しに行くから。ああ、なるほどね、うん。皆さん大丈夫ですか、音量は。ゲームの音量ちょっと大きいかもしれないけど、ちょっとスタートして変えられると思うんで。ちょっとスタートするよ。よ、うんうん、始めます。もう始まってます。今回は音が出てるんだよな、うん。音量はどうですか。どう。これビーとかいう音と俺らの声のバランスをちょっと教えてくれ。環境音がうるさいよ、ね、動ける。これ。環境音はまあゲームの特性なんでしょうがない。ちょっと待って、ちょっと待って。調整できるんだよね、これ多分。多分これフィルムグレインってやつ。あー、これさっきねちょっと起動してね。これ外しといたんですよ。これつけるとすげえブワーンってなっちゃって、わかる、小嬢さん、これ、はいはいはい、これ外した方がいいと思う。前回もあったやつ、前回もあったやつです。あったやつ、マウス速度はまあ普通ぐらいにして明るさマックスにした方が多分いいと思う。こうほら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 、明るさマックスはなんか優しいね、なんかほんのり、ね、見る人に気持ちね、うん、だから明るさマックスいきます。音量ちっちゃいね、これぐらいいいか。いや、いいんじゃない。よし、行きましょう。あんまり、はい。じゃあこれね、なんかね、友人に夜呼ばれて、幼なじみの友人に夜呼ばれて、その女の子が友人の家を訪ねるところから始まるみたいです。女の子が行くの？女の子らしいよ、これ。なんで夜なんだっていうのはあるけどさ、なるほどね。画面最大化した。よし、じゃあ行ってみようか。設定としては塩ちゃんが、おお、びっくりした。おお、ぽいぽい、やめろ。ボイス好きだ。急に家に来いってなんでかな。呼ばれちゃったよ。これライトとかどうすんだろう。ライトとかないっぽいですね、うん。携帯のライトとかないのかな。あ、こっち行けるよ、やば。おお、これあのコンビニがあるとこと一緒じゃないの、街。あれ、タクヤがいるんじゃないじゃん。あのコンビニと同じ街なんじゃないか。マジかよ。俺が夜勤してる間に多分もう一つの事件が起きてたな、多分。事故物件で。うん、事故しかねえな、ここ。うわぁ、もう眩しくて見えねえ。ちょっと。明るさ落としてるね。あらら、でもなんか、でもなんかコーヒー全振りな感じがする。全部5個のお茶、これ。いや、なんか UCC とかじゃないこれ。左側5個の紅茶じゃないこれ。いや、これ一番上が多分これあれだよ、紅茶家電で、真ん中がジョージアのエメラルドマウンテンで、一番下が UCC のブラックだと思うよ。そんな感じだと思うよ。なるほど、うん、かぶいてるな、この自販機かぶいてんね、うん、1種類だけじゃないところはまだマシだけどね。まあまあね、うん、例のコンビニはポテチばっかりだったからな。ね、1種類しかないからね。なんでしょうか、これは。俺、ちょっと待って待って。行方不明の。え、ちょ、金拾ったんだろ。なんで金拾ったんだ。なんだこれ。ポイントつくの ?10 円って視界にずっと表示されてるんですけど。お金大事なのかな、これ。こいつ10円猫ババしましたよ。やばい、習得物横領罪という罪に当たってしまうぞ。この道で合ってるのかな。お、友人電話しろって。合ってるのかな。10円拾ってる場合じゃないよ。ね、拾っちゃったね。拾っちゃったよ。ここ？あ、そうか、10円でね、セーブするってのもありましたね。ありましたね。うん、あ、こっち行ける行ける行ける。夜回りのオマージュかな。うわ、何これ。あー、ここでセーブだよ、セーブ。10円、10円。あー、いや、祈るだって。なんかお金絶対取るでしょ。あ、ちょっと聞こえない？聞こえないか、祈るか。塩さんの貧乏ゆすりではなく。違うよ。あれ、祈ったけど。あ、祈ったよ、祈った。これさ、セーブされたんじゃない？セーブされたかもね。うん。
なんかさ、物音しない？え？後ろになんか人いない？それ。いやいや、しないしないしない。俺の後ろ？ああ、キリンさんの見たでしょって思ってる人はね、僕が最近リアタイできてないっていう。ああ、ない。うわ、ちょっと猫の死骸ですよ、これだな、これ。遠目からちょっと見よう。かわいそう。いや、かわいそうっていう問題じゃないよね、それ。ちょっと待って。これは？何これ？何これ？くっさって言わなかった、今。あ、魚かこれ。ダメ、感想言ったらもうダメだ。はい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 。それも先に家に入っててって言われたけど、あいつバイトでもしてたっけ。ああ、もういや、コンビニバイトだ。コンビニバイトしてるよ今。夜勤事件の人は友達なんだ。あの友達失踪したんだよ。そうそうそう、きっとそうよ。夜勤事件の友達じゃんこれ。あの子やっぱ失踪したんだよ。あれやばいな、もう行きたくないな。事故物件確定ですよ。だって行ったらビデオカメラを、ビデオテープ置いてあるんですよ。変なビデオ見せられますよこれ。繋がってしまったの、世界線が。いやー、もう我々ここまでで推理してしまった。ちょっとうろうろしたいんだけど、いかんせん視界がな悪くて。あー、こっちか。おー、テラワークが怖すぎて本当になんか、ね、唐突な気分。うわ、ここ入れちゃう入れちゃう入れちゃう。あー、怖い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 。どここれ。あ、はいはいはい、そっちに。画面サイズを小さくするって技を覚えるしかない。うん、あ、ここにもあるよ。あ、祈ろう祈ろう祈ろう。もうね、どんどん祈っていこう。こういうのがあるって大体さ、事故物件の特徴なんですけど、あのし沈めるためのさ、やつ。あ、なんか社みたいのかやつ。家の基礎を作ろうとしたら、あー骨が出てきちゃったってなって、いかんいかんいかんみたいな感じ。あねー、ライトがないんだよな。よし、じゃこっち行こう。お、あ、これは魚か。これかな。あ、なんかここっぽくない。いや、俺が行ったアパートじゃないな、これ。夜勤事件のアパートとは違うと思うな。夜勤事件のアパート日本っぽくなかったからな、あれ。うわ、びっくりした。こっちはる。カエル、カエルの置物だ。趣味が悪いな。あ、ね、似つかわしくない車が。おばさんの車だよね。あ、やっぱここじゃない。 おばさんの車。おばさんってあれか、友達の親ってこと。おー、会話が変わってる、うん、まずは周りから探索しようぜ。2階から行けんじゃない。いや、こういうのは周囲から。またあるよ、なんかこの町置きすぎじゃない。多くね、事故置きすぎじゃね。不祥さん、カエル嫌いですよ。え、カエル嫌いなの。嫌いだよ俺。そんなこと言ってたっけ。あー、なんかあったかも。あの、解剖してしたこともありましたので苦手でございます。アパートの、ま、アパートの庭って感じなんかな。ね、なんか庭の作りがなんかあれだね。これ何、これ赤根。やめろやめろ、唐突に入るな、やめろ。ああ、やめろ。赤根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 。暗いな。ここ入れんのかな。入れね、持って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 、広くない。アパートにしては広く、めっちゃ広いよね。ちょっと待って、2階から行くか。2階から行こう。うん、なんかモデルハウスみたいな広さだった。見た目ボロいけどね。ね、この階段とかさ、やばいじゃん。なんかサビがね、うん、すげえ肩来てる感じするよ。ここ？ここかな。ノックしてみるか。おお。すみませーん。友達んちじゃないのかよ。エアバンくらい押さえとけよ。誰もいない。どっからか入れないかな。ここは友達の部屋？え、違うの？どこに鍵あるって言ってたっけ？ああ。こういうのあれですよ。
こういうのは花壇の花壇とかね、花瓶の裏後ろだよね、下だよ ね、植木の下。じゃああの部屋、あの部屋ってこと？あ、思い出した。植木鉢の下にあるって言ってたんだった。このさ、この喋り方ちょっとちょっとね癖になってくる。これ。こうこのやる気のなさ仲良くなれそう。うん、あこれか。ねっとり動かすな。俺か。ずるずるっていう。開けていいのこれ？おばさんがいるんじゃないの？ノックすればおばさん出てこないの？出てこない。うわーおー、うわ明る、明るいな。綺麗。明るさ普通ぐらいでいいわ。明るすぎる。めちゃめちゃ家綺麗。綺麗すぎないかちょっと。部屋の中マンションじゃんこれ。綺麗すぎないか。おかしくない？おかしくない？なんだこの部屋。リフォームしすぎじゃんこれ。古民家再生みたいな。外の。あー、どう閉める？長さと違うんですけど。だってすごい、だって映ってるもん。見ろ、電気が映ってる。めっちゃ綺麗じゃん、フローリング。やばいね、これ無音だし。あ、ちょ、マウスがどっか行っちゃった。床ピッカピカじゃんね。鏡みたいになってるけど、スカートとか履けないよこんな家。わかんない、ちょっと待って、マウスのカーソルどっか行っちゃった、ごめんごめん。なんで鍵かかってんの？中人入ってんじゃない？トイレ。いやいや、だって鍵穴とかないよ。昔と家のトイレの鍵は10円玉で開けられたな。うん、明るさマックスでもいいかもしれん。なんかゴキブリなかった今。え？壁に。どれ？おお、これ？ゴキブリでしょそれ。これなんだろう。何か詰まってて何も見えない。おばさん腹壊してるんだよ。おお、びっくりした。広。すごくいいところじゃん。すごくいいところじゃん。トトミからすると家賃4万円くらいなんだけどな。あ、呼び鈴だ。特に何もないな。うちの給湯器と似た外観してるなあれ。所得高そうだな。すごいわかる。なんか家賃安いとこんなに全振りできるんだな。嘘だろ。あ、なんかあるよ、本とか。あれ、なんか、服の一つも変わってないよ。引っ越してきたばっかりなんじゃない？それにしては家具が整いすぎてるな。なんだこりゃ。あれ、このノート破れてるけど、どうしたんだろう。え、探したら見つかるかな。探したら見つかるかな。またさ、上の方がちょっと演技うまい線あるよ、これちょっと。7分の0になってる。え、じゃあちょっと真似してみてよ。次文章出てきたらね。いや、今俺に対するリアクション今真似してみてよ。どんなですか。これじゃ冷蔵庫開かない。あ、そう。お前はやる気が感じられんな。鏡に、いいなー。おい、鏡に映んねえよ、ホラーだよ。俺幽霊か何かじゃん。何これ。あ、そうか、2階か。ベランダないのこの家。これかな。外もう壁じゃん。建築基準法違反なんじゃないですかこれ。これベランダじゃなくてもう窓なんだね。あれはただの、これは。ここにソファーを置く勇気すごいね。これすごいよね。これすごいわ。ちょっと反り返りすぎたらガシャンっていって落ちるわこれ、ね。いやー、なんか微妙に生活感があるような感じはする。あれ、なんかあそこの小屋さっき電気ついてなくなかった？人入ってきたんじゃない？おお、帰ってきた。と訪ねに行くか。管理人さんか何かかね。ね、開いた開いた開いた。うお、うるせ。もしかしてさっき拾った10円でさ、鍵開けるとかではない？ああ、いや、そんなことせんだろう。うわー、くしゃー。なんだこの魚。あ、カラスかこれ。カラスだよ。
何も調べられないんだけど。10円あげてみたら。いや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 、光物、あ、これ、え、何食べてんのこれ。え、それ友人の指輪。何これ、もらえないのこれ。選択するだけ。めちゃくちゃ人に慣れてるじゃん。ね、何持ってるんだろう。多分なんかフラグを立ててないんじゃない。あ、これあれじゃない、あの破れてるページじゃないこれ。あ、何何何何何何何、これたまに足音聞こえるんですよ。切れ端だよね今のね。なんでもらえなかったんだろう。ちょっとまだ満たしてないのかな。え、なんかフラグが、うん、多分まあ成立してない。下、下行ってみようぜ。え、え、ここ開いてたっけ。あ、俺が開けたんだ。下行こう、下。おー、電気ついてる、電気ついてる。電気ついてる。お、誰かいるよ。悪夜じゃない、これ。管理人さんかな。そのステップなんなんすか。いや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 。あ、ノックス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 ってある。うんうんうん。ああ、なに。すみません。大丈夫ですか。すみません。わあ、いや、いねえ、いねえ、いねえ。出てきたんでしょ、これ。え？それはどっちにしろ幽霊。中にいるんじゃない。はいはい、どうも。お邪魔します。お邪魔します。はい、お邪魔します。何の部屋よ、これ。何これ。お。アパートメモ。このアパートは取り壊すことができない。取り壊そうとの業者に電話しようとするが、なぜか何度かけても繋がらない。母が急に危篤になるが、取り壊すことを諦めると元に戻る。お払いができない。うるさ。お札は効果がない。お札をたくさん買い部屋に貼ってみるが、翌日すべて剥がされて床に落ちている。お札を貼ると頭に呪いの文字が浮かび続ける。アパートに火がつかない。火をつけてもすぐに消える。火をつけることはできないらしい。アパートは打ち続けなければならない。このアパートの住人は長くて1ヶ月しか持たない。1週間くらいで呪われ体を乗っ取られるらしい。そしてどこ行ったのか一人もわからない。アパートを売ることをやめようと思った。毎晩夢にうなされ続け、誰ともわからない奇妙な声に人を連れてこいと言われる。アパートを売らなければ自分だけじゃなくて家族や周りの人に被害を被るのは経験上わかる。経験上わかるんだ。あー、管理人さんの悲痛の声ってこと。そうだね、これは、うん、火がつかないってさ、料理すらできないじゃん。読み終わる。はい、わかりました。読み終わります。かわいそう。よし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 。これはん、これ紙切れじゃない、さっきの。いや、これなんかね、選択してもね、取れないんだよね。これ今持ってるからじゃない。いや、なんか持っちゃったもん。もう手放せない、それ。手放せない、吸い付いちゃった。まあ、吸い付いちゃったらしょうがないね。ここにいたよね、おじいちゃんね。いた。なんか、体育会系っぽい感じの人。はいはい、オッケー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 。こういうの出たとこ勝負だからさ。何すか、それ。出たところで来るじゃん。あ、そういうことね。そういうの出たとこ勝負って言わないし。おいおい、ね、暗いとこ行かないで来い。なんだよ。何も変わったとこないな。ないね。ね、また部屋も。こっちの奥は。こっちは。こっち行ってなくない。あ、なんだ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 。なんか落ちてる。10円か。ちょっと待って。これ持っちゃったから俺。な、先進めない。このアイテムにめちゃくちゃ邪魔されてる。これ使わないとどっかに。2階に行けばいいんじゃない、とりあえず。2階、え、部屋に行くってこと。あ、そうそうそう。これはこれ開くんじゃない。あ、これ使うんじゃない。これ使えってこと。使えないな。これ無理。無理だね。これも無理だ。なんか空いてるんじゃない、どっかが。ここが空いてるとか。ああ、ダメだ。まあ、割るっていう発想がないだけマシだよね。とりあえず上行く、戻るか、部屋に。ここ。これどこに使うんだ。これに乗って。あ、ここじゃない、ここは。ここから入れそう。うん、ここから入れそう。なんで、なんでここから入んなきゃいけないんだ。
あ、そこそこ鍵かかってからだ。置いたってことはこれ紙取れるんじゃないか、さっきの紙が読めるんじゃないか。まずそれを取りに行く、うん、開かなかった部屋ですね、これね。開かずの、あ、取った取った取った。何そのくちゃくちゃ、なんだろう。もうゴミだよなこれ。それとさ、カラス交換してくれるのかな。あー、どうだろうね。カラス、こっちと交換しよう。くれるのかな。これアイテム1個しか持ってないな。あ、わかった。ノートに、ノートのところでクリックするんじゃない。あ、広げるってこと、うん、あ、開いてる。あれ、そこ開いてたっけ。管理人来たんじゃない。ちょっと見ないように背中向けていこう。怖いのが長引くんですけど。あ、じゃあ OK OK。 あ、やっと引っ越しが終わった。初めての昼暮らし、とても楽しみだ。これで俺は自由だ。母さんの家には家賃がとても安いらしい。それも学生の昼暮らしと思えない広さよ。転校もしなくていい場所なのに神がかってるな。こんなとこ見つけてくれるなんてラッキーガールかよ。母さんにラッキーガールっていうのすごいな。母さん、父さん、3人外食したけど2人ともずっと笑ってた、うん、やっぱ俺は母さん、父さんの笑顔好きだな。めっちゃ高校息子じゃん。うん。幼馴染ってのは男の子のことか。そう、母さんと父さん、ね、俺の家に1週間だけいるって言ってた。俺は全然一人やっていくのに、二人とも心配しない。そんな心配しても大丈夫なのに。おお、なるほど。お、1週間でいなくなるって言ってたよな。だから車が置きっぱなしなんだ。ね、ああ、はいはいはい。あ、おばさんってそういうことね。これはもう生きてないだろうな。あ、何これ。カラスからもらった。よし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 。こんな器用な出方しなくてもねって。ほんとに。これくれるんじゃない。くれねえ、くれない。やっぱ下のやつだよ。下の落ちてたやつ。下の、じゃあ道路に落ちてたやつ取りに行こうか。うん。あ、お、なんだこれ。これは何。あ、急に50円拾ったぞ。何に使うんだこの金。金拾いよるな、ね、これは、これも金か。もう金か。あ、鍵だ。あ、車の鍵じゃねえかこれ。え、車の鍵、車の鍵。ほら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 。よし、開くぞ。開いた。 あ、乗れんの。日記がある。日記かよ。この日記を集めていくんだ多分。あと60円でイロハスが買える。イロハスってもっと安くない？100円じゃないの。100円ぐらい買えるよね。あと40円だよ、うん、うわぁ。無生物催眠メガホンかけられてるこの鏡。君は人だって言われてる。びっくりした。なんでそんなさ、即答でドラえもんの秘密道具出てくるの。落ちた。引っ越しの片付けに追われた一日だった。もともと荷物は少ないとはいえ、片付けるのは一苦労だ。父さんと母さんに手伝ってもらったか、思ったより早く片付いてよかった、父さんはこの家をひどく気に入ったみたいで、1週間止めようともう少しいようかなんて言い出した。まあいい家だよな。そうだね。今日はオーナーが挨拶に来てくれた。なんだかとても疲れたような顔してるから大丈夫なのか。このアパートを借りたことを泣きながら感謝したけど、こんなにいい部屋はこっちの方が感謝だ。最後小さな声で本当に申し訳ないって一切聞こえたけど、気のせいかな。ちょっと家具の位置変わってんじゃね。なんか椅子がね、机の上に鎮座してるよね。あ、ほんとだ。バイヤーじゃん。うわ、うん、気づいたら布団の上に誰か寝てたりするんじゃない、うん、あー、あり得る。これ何これ。あ、て、いや、天井じゃない、屋根裏じゃないこれ。天井の、なんか天井のやつ引っ張ったりするやつでしょ。うん、なんかないか、ないか。それでカラスやるとか。いや、それはお前動物虐待だから。あ、穴に突っ込む。ちょっと、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、勢いでごまかさないで。わぁ、やばい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 な、これ。これやばいな。ちょっと、すいません、壁の穴に突っ込もう。え、なんで。壁に穴あったじゃん、壁に。
これあ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 れうわっ使って出るちょっと待って画面下げるからちょっと待ってないよはいいい押すよいいよいいよはい押すよいいようわっおっやってねえしやってねえしやってないよ君さやっぱり見てないんだねいやまあそうやって俺との楽しいホラーゲーム実況の時間をそうやって君はいやあのウィンドウを下にずらしただけなんですけどそれは見てないってことでしょ要するにだって絶対つついたらなんか出てくるでしょこんなわーあーあーついた入れちゃったなんか紙出てきたんですけどああよかったよかった紙ってよかったいいのかよし今日から新学期が始まった変わり映えない連中だけどやっぱあいつらでいる楽しいな担任は真島先生はどんな先生だろうそういえば朝アパートが出た時近所のおばちゃんらしき人たちが集まって見ながらひそひそ話したけど何だったんだ何かご用ですかって聞いたら何でもないってすぐ立ち去ったけど誰かに用事があったんじゃないのかななんかピュアだなうん学生なんだなねうんこれまた外に出てなんかフラグ立てたら家の配置変わるやつかなちょっと待ってこれ穴覗けんじゃねえのわーわーその不意にやんない覗かないでよ。わーいよいよ。こっちだよ。家を覗いて。あー、こいつやる気ねえな。なんだよ、やる気あるよ。覗いたでしょ。だだだだだだだ覗いた覗いた覗いたよ。あれ動けねえ。あ、結構そんなに。どうこ怖い、怖い感じいや、なんか、ね、そんな覗けない。あ大丈夫怖くない感じそんなに映ってなかったなかそこまでこの穴から見えるレベルのことああ、うん、じゃあ大丈夫だと思うよーしあゴミ箱の中じゃないそこのあれ抱きかけのやっぱこれでしょ汚っバイオだったら絶対ゾンビ出てくるんだけどね、その後絶対鍵とか持ってるやつだよおおうそ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 うなんで髪残ってんのよ濡れてる乾かさなきゃえあドライヤーありましたよなんであるんだよもう芸が細かいぞもう乾きました乾いた鏡に映るの怖いんだよな怖いなーね急に違うの映るかもしれないからなそう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 今日初めてお隣さんに会った、産後室住んでる人も出てきた母さんからご近所付き合いを大切にしなさいって言われてたから挨拶したんだけど一瞬大きな目でこっち見て何も言わず言ってしまった今でもあの大きな奇妙な目が頭から離れないうんなんて失礼かそんなことより今日早速席をしたらあのミラちゃんの隣の席になったこれから学校はますます楽しくなるぞ、うん、なんと失礼かってなかなか今の子使わんない、ね、今日は朝から父さん見かけなかったけど先に帰ったのかな今の時間は仕事落ち着いて行ってたんだけどな父さんも大変だな読み終わる？はい読み終わりましたさあじゃあお待ちかね隣の部屋に入りますよよし入るぞいいよよし、入ったぞ。まず鍵を開けろ。よし、入ったぞ。トイレかよ。トイレじゃん。なんでトイレなんだよ。あ、あるある。おーっと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 。この家、すごいいい家だな。ね。このゲームは何なんだ？なんか、そういう心霊現象とかじゃないのかな？あれね、唐突になんか怖いのがドーンってくるわけじゃないんだね、うん、今日は母さんの気が一日悪かった気がする朝のおはようもいつもの笑顔じゃなかった父さんの時とうるさいって今までこんなちょっとしたこと怒鳴られたことなかった父さんと喧嘩したのかな一回だけ母さんから話しかけてきたんだけどあの幼馴染のあいつを呼んできてだってさあ、私のことよあいつももう高校生だし男の家なんて来たくないと思うけどそれも一人暮らしの男の家にさ、でも母さん一人暮らし最初反対してないしてたし安心したいのかもなだから近いうちに呼ぶって話したら母さん笑ってたなでもなんかあの笑顔不思議な感じしたなあそうか目が笑ってなかったからだな少し不気味な気もしたけど気のせいだよな息子は甘いな親にりょうちゃんを呼んだわけですねこの家に
お父さんはもう取りつかれて、お母さんもなんかもうそんな感じなんだろうな。徐々に住民が蝕まれていくパターンなんだ。お父さん消されちゃったんでしょ、多分。お、時計だぜ。この時計止まってる。この時計止まってる。うん。いや、でもいいセンスしてるよ、時計。あれ？もうあと調べるの？なんもないか、どこにあるんだろう。なんか引き出しが開きかけてたりはしたよ。おー、はい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 、調べてみるか。どれだ？その辺。特に調べられんな。電子レンジに入ってるとかそういうのはない。マウス速度ちょっと落とそう。あれかな、また管理人室かな。そうだね。外からなんか見えないのかな、管理人さんのところ。あと2枚だ。外出てみるか。うん。あ、カラスがいたじゃん。ああ、そうか。よし。いいよ、その警戒プリーよ。この家、炊飯器がないってコメントがある。細かい。あ、取れない、まだ取れない。なんか、武器がないといけないのかな。おかしいよね、こんなボロくてさ、中だけあんな感じって。ね。うーん。あの、リノベーションにも程があると思うんだよ。ね、すごいよな。管理人の部屋行ってみるか。多分ね、フライパンでご飯炊いてるんじゃないかな、この子。特に何もなさそうだぞ。わかる！ああ、うるせえ。ここなんかでブーって言うのよ、たまに。たまにブーって言うのよっておかしくない？まだ調べてないところありそうだぞ。カエルは？え？カエルは特にって感じ。こんな怪しい外見してんのに。うん。車はね、さっき鍵開けた。多分調べる必要ないと。やっぱ家の中だよな。うん。うん、ないね。ないな。確かに内装工事を許してくれる悪霊ってなかなかだよね。あんまり、そうないね。うん。やっぱりこの覗き穴かな。これも限界あるんだよな。これで唐突に人が出てきたらちょっと動けなかった。ダメだ。もうここで回線を切るしかない。うん。てかさ、あそこ覗けるってことは隣に行けるんじゃないの？隣関係あるんじゃない？隣開かなかったじゃん、鍵は。さっきの車の鍵で。そうか、さっきの魚拾ってカラスにあげてみるか。いけるかも。あ、いけるいけるいける。お魚くわえたドラ猫ってことですか。ああ、どうしたの？お前気づかなかったのか。ちょっと待って。ああ！お分かりいただけただろうか。人が覗いておる。覗いてるよ、もう。魚なんて拾うか。おい。欲しいんじゃないこの人。こうしたら立ち用だぞ、持ってるの。切れるぞ、お前のこと。意外と意外と距離感を持って締められたからなんかびっくりしたんだけど、同時に笑いが襲ってきてしまった。いやさ、やっぱあんなカエル置いてるから絶対ちょっと変な人だって。あれ見せ物じゃねえぞこの魚は。カラスと日記交換するためのマージだぞ。マージ、カラス。はいはい、カラスちゃん交換してくれるのか。交換してください、これお願いします。おお、すごい。やったぜ。これで部屋の中がまた変わります。完璧ですよ、これは。
変わらなかった。変わらないね。どこ変わってんのかな。お風呂かなんか誰か吊るされてるかと思ったけど。おいおいおい、てかどこ行っちゃったんだろうね。ね、あれかな、このフローリングの下に埋められてるんじゃない。2階なのに埋められてる、埋められて、壁の中とか埋められてる。マジで人を埋めるから、あの都度リフォームしないといけないんだ。あ、だから部屋が綺麗になってるんだ。あ、なるほどね、うん、まあ事故物件ですね完全に。それ壁の中に、ちょっと待って、これあともう一個でカウントがマックスになっちゃう、うん、やばい。母さんは朝から見なかった、車も置いたままだけどどこ行ったんだろう。今日はミラちゃんと話して超ハッピーな、なんだこのテンション下がるな。父さんと仲直りして家に帰ったならいいんだけど。そうだ、母さんがあいつが家に来ることを望んだから、あいつを呼んだら母さんも喜ぶかもしれないな。あいつもなんだか家に来たそうな感じだったし、明日にも誘おうと思う。あいつ来るかな。来んじゃん。うん。Today? で、来ましたよって感じだよね。うん。ねえ。しおちゃんが来ましたよ。下のバタン車とドアのとこ行ってみるか。あれ変な人だと思うんだ俺。片桐ではないと思うんだよね。ごめんください、ダメだ反応がね。やっぱ魚持ってこないとダメなんじゃない。人間ですよ相手は。この車は何もなさそうだしな。うん、特に何もない。外も行ってみるか。なんか不意に来そうで怖えんだよな。あ、外から入ったらなんかベランダから見てるとかそういうのはない。ああ、開かない。2階の部屋とか覗けないの。ああ、覗くのか。あ、え、うん、覗く。ああ、びっくりした。ああ、びっくりした。ああ。開いてると思わなくてさ。あ、小嬢さん。どうした。小嬢さんはもう連れてかれちゃったわ。連れて帰れてないよ。どうせ画面見てなかったんでしょ。見てたよ。何が映ってたの、ここに。なんか棒立ちの人が立ってたやつでしょ。見てたよちゃんと。さっき入れなかったよここ。なんで10円置いてあんの。わあ、開かない。もういつの間にか70円に乗ってる。開かない。70円じゃ今日日ガリガリ君しか買えねえぞ。あれガリガリ君値上がりしたよね。でも値上がりしたでしょ。いくらいくらなったんだっけ。ガリガリ君わかんないけど、そう、そっからさ2階の部屋覗けないの。いやいやいや、どんな人種よ俺。外から見たらなんかいるかもしれん。これで正面行ったらまた誰か。ちょっと待って、心の準備ができてない。ちょっと待って。あの猫の死骸とか変わってないかな。うわ、なくなってんだけど。どういうこと。誰かいない、あっち。わーお、わーお。ちょっと待って、愛に近い、愛に近い。やめて、ちょっと待って。なんか聞こえる。そっちは行かなくていいんじゃない。いや、行きます。今から行こうと思います。行かなくてね。今から行きます。今から勇気出していくから。今から落ち帰ろう。やだ、落ち帰ろう。やだ。なんかひそひそ声が聞こえる。ちょっと。いや、だから俺ひそひそ声になったんだよ。お前気づくの遅えよ。行くぞ、俺走るぞ。わあ、ちょ、なんなのよもう。
10円手に入れたね。こんなに心理現象経験しなきゃいけないのこれ。やばいな。来てるな。10円を探す旅が始まるぞこれ。さあそろそろ産地を回復するものが欲しいんですけど、ちょっとこれお回りしたっけ。うわ、暗い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 。こっちはちょっと怖いからね。どこ、いい判断だと思いますよ。これもどこにあるもねえな。ここはあれだよな。これね、何の歌だっけな、忘れちゃった。お前壊れた方の故障さんになって今気をしっかり持ってくれ。失礼な、うん、気をしっかり持て。 I believe you。 俺が事故物件の謎を解き明かしてやるぜ。あと1枚どこにあるんだろうね。隣あ、でもなんかいろいろなんか事件を起こしたからまた部屋入ったら変わってたりしない？ああ、かもわからんね。ちょっと待って、大変、ちょっと準備しなきゃ。うわあ！うっとぅぅ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 。何これ。な、無理だって、それで覗くのとか絶対無理だって。あ、お金だ。10円俺に届けるのにすごい。わかった、これ100円になったら死ぬんだ、これきっと。ああ、なるほどね。うん。大体の日本人が知るな。いいですか？大丈夫、もう準備できた。いよいよ今日のその時がやってまいりました。はい。事故物件の歴史が動く瞬間を皆さんで目撃しましょう。画面の8割を隠したい。私がいるよ。GRK さんありがとうございます。あれあれあれ、あ、でも何も映ってないじゃん。あれ、なんかね、動かせないよ。やめろやめろやめろ、そういうのやめろ、固定カメラやめろ。あれ、ちょっと待って、動かない。あ、やっていい、視点が動かなかったよ。なんだろう、いいこと、いいこと、いいこと。 000D 遠藤さんありがとうございます。ちょっと待って、寿命が縮むって。え、ドア、あ、ドアが開いてる。え、ひょうさん、隣の家のドア開いてんじゃない？ドア開いてるってコメントに書いてあった。やめて、何回も覗かないで。ほらほら、なんか、あ、ほんとだ、隣の家に入れってことじゃない？おお、なるほどね。そんなの教えるならもうちょっと優しい教え方してほしいな。だいぶ産地が削られていったよ、ちょっと。パシリさん、ありがとうございます。よし、鍵閉まってるんだが。鍵閉まってんじゃん。鍵閉まってるんだが。何、お風呂で塩酸叫ぶが響いて父親が飛んできました。お風呂で見るんじゃない。この脚立はもう選べないんだよね。もういい家族じゃないか、大切にしなさい。あ、じゃあその机の上の椅子とか選べないの？いや、選べないでしょ。ね、ダメか。うん、これに疑問を持ってほしいよね。ね、やっぱあの穴からなんか見えんじゃないかな。俺のなんかマウスのさ、感度が悪いんじゃないか、これ。さっきちょっと動かした気がするんだよね、視点を。もう一回見るわ。ムニュ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 。それ今だいぶ油断してきてるから、今日これで。あ、動かす動かす動かす。やめてやめて、ちょ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 。わあ、あ、でも動、あ、でも上しか見れないよ、小嬢さん。
あ、いいよ、じゃあ大丈夫だよ。うん。上しか見えない。左は無理だ。何さ、その白いの何これ。え、白いモニモニョとしてる。なんだろうね。足？確かに待ってたら誰か来るかもしれない。そんな怖い発案したの誰？ちょっと待って、やめてよ。ん？誰か来たらどうすんだよ、マジで。あ、よかった、なんかあったかと思った。多分違うな。やっぱそろそろその90円を使う日が来たんじゃない？やべえじゃん、ここも赤くなってるよ。侵食されてきた。侵食されてきた。お風呂場とかは何もかなってないの？トイレ大丈夫か？さっきなんか 水音みたいのしなかった？この鏡おかしくね？ドア閉まってるね、これだと、ね、だが開いてるんでな、これが。やっぱ外出るか。またさっきの1階の家とか行けるんじゃない？ああ、1階の家ね。あと1枚だからな、日記が。ここでここに何かいるとか。いないね。マジでね、ちょっとさっきのお兄ちゃんが本当に怖かったね。またいるかもしれませんよ。いるかもしれませんよ。いなかったですね。やはりここか。やっぱもう魚お兄ちゃんがね。この奥はいけないのかな。あ、いけないわ。行ったら困るだろう。開かない。あと10円どこにあるんだろうね。もはやさ、目的が10円探しになった、ね、あ、自販機の近くに行って。ああ、さい銭泥棒、釣り銭泥棒。ガサガサ。え、あ、あ、あ、おー、マジかい。おー、100円、どっかに落ちてないかな。今飛ばしちゃったけど、100円。あ、100円、これで100円揃えたら。あ、100円揃えたら、あ、あ、あ、100円ない。10円どこ、あと、ね、あと10円どこにあんの。さっきの部屋の中にはもうないのかな。最初の自販機の10円、最初の自販機探すか。あー、なるほどね。ちょっとあんまりそこ歩くとまたちょっと悪い人に捕まっちゃう気がするんだけど。これ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 、ここなんかない。ないね。100円も持ってないのか、確かにね。おい、こい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 。おー、あ、ここだ。90円しかないぜ。うん。ATM 行きたいね、確かにね。ロールするか。なんか見落としがあるんじゃねえかなって思うんだけどね。なんかカエルの足元に反応があっただと。上のカエルか。あ、あ、確かに。わからん、わからぬ。ちょっと待って待って、これ首吊り。10円があった。10円、やった。あ、100円だ。ラッキーガールの実績を解除した。あの縄は何も触れなくていいの。よく見つけたね、これ。おお、やったやった、手に入ったぞ、やったぞ。もうこれ死ぬ流れじゃん、これ。えへへへ、しおしおしおちゃん、これ死ぬ流れですよ。なんでデッドエンドですもん。なんで、なんでそんなことわかるの。いやいやいや、もうこれフラグ立ったでしょ、もう死の。私は死なないわよ。今旗が大きく振られております。どれどれ、はい、あれ、やめ、ちょっと読み終わりましょうか。
あいつには悪いけどもう帰ろ。後で連絡しとけばいいよ。あ、これは終わったな。振り向いたらそこにはまあ、これいかん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 死ぬな、これはこれ死ぬな、これはこれじゃないこれは、これはこれはちょっと外から外から、窓ガラス割ってああもうダメだ自制の声よ、もうお尻は、お尻人間に、人間35年下天の内を比べれば、いや夢幻のごとくなり、やめて、怖いからやめて。おや、ひょっとしたら穴から覗くんじゃない、またあでも覗かない。どう、なんか映ってる。いや、特に何も映ってないな。何も映ってない。あ、OK です。振り向いたらいいとかね。もう逃げられないな、これどうしようかね。なんか触ってないとこあったっけ。あれ玄関のシューズボックスみたいのなんか開いてなかった。下駄箱？そこそこよ。それは元からか。うん。ここ出れないのかな。めっちゃ出れると思うんだけど、これ多分ちょっとお腹ふっくらしてるんじゃないこの子。すげえ出れると思うんだけど、何も食べてないけど。マジか。お風呂場にも特に何もないな。さあ、え？きついわ。もう一回日記読むか。あ、閉じられちゃってる日記。テレビとかは？ないの、テレビ、ね。ないわ。あ。何？お嬢さん、ほら。どうしたの？ほら、ほら。反応がありますよ。明るさを下げて気づいた。明るさこれぐらいの方がいいかもしれない。ほら、これだ。覗くの絶対嫌だ、絶対嫌だ、絶対嫌だ。あれ、選んじゃった。あっ！うわぁ！小嶋さん、こういうの弱いね。うん。あぁ！終わっちゃった。あ、実績がバッドエンディングになっちゃったよ、お嬢さん。グッドエンドもあるのかな。あー、びっくりしたー。自動で動くのやめてほしいな、支援が。家族いるやんいるやんって家族にされちゃったよ、俺も。お嬢さん、幸せ家族計画。お嬢さん、もう一回だ。あいつ急に家に来って、なんでかな、なんでかなじゃないんだよ。グッドエンディングを探しに行こう。お前が家族になるんだよ、うんね、バイオセブンかな、うん、あだー。ちなみに、グッドエンディングはどうやって行くんだろうね、これ。もうエンディングを一回もう一通りやったので、ご存知の方は教えてほしいんですけども。教えて、おじいさん教えて、お参りを全部する。お参りしたけど、足りないってこと。
多分信仰心が足りないんじゃないかな。うわ、俺に一番ないやつ。もう何回やっても多分このゲームできない。この道で合ってるのかな。お祈りをしてるってことか。何箇所かあったはず。みすみみすみさん、ありがとうございます。バッドエンドおめでとうございます。おめでとうございます。やばい、咳が。で、猫ちゃんの死骸がかわいそうだがありますと。ここは見たよな。あと1箇所あるってこと？あります。あ、あるんだ多分。ここじゃなさそうだな。これは魚でしょ。それも先に家に入っててって言われたけど、あいつバイトでもしてたっけ。あいつもバイトでもしてたっけ。あれ、金落ちてないじゃん。やっぱあのお兄ちゃん出てきてからじゃない。あれ、ほこらいくつかあったよな。なんかそこの奥にも一個あったよ、左手に。ごめんごめん。え、あの猫カラスにあげられるの？絶対それをやめて。でもそうしないとグッドエンディングいけないんだったら。そうでしょう。そんなことをして得たグッドエンディングは本当にグッドだと思うのか。うん。あ、でもそこで100円が必要ってフラグは立てといた方がいいんじゃないの。ああ、そうだね。うん。4箇所あるんか。3箇所行ったよな。結構うろうろしたと思うんだけど、4箇所目がどこにあるんだろうね。最初の方か、こっちの方か。あ、猫ちゃん。あ、これだ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 。カラス的にはグッド。ああ、ああ、ああ、来た。湯に温かい感じがする。おわほわほわ。気のせいかな。気のせいだよ。いいね、この子は信仰心の塊ですよ。これであとはこなしていけばいいってわけか。勝ったな。こいつ、こいつ風呂入ってきていいよ。勝利の、勝利のホワホワ感。すみません。よし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 。すみません。あ、そうだ、どこに鍵あるって言ってたっけ。あ、そうだ、植木の下だ。忘れちゃった、忘れちゃった。早く思い出して、早く早く思い出して。そうだ、植木鉢の。思い出した、植木鉢の下にあるって言ってた。よし、オッケー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 。よし、開けるぞ。お邪魔します。もう多分今回は悪いこと起きないんじゃない。ほわほわ感が広っ、広っ、すごくいいところじゃん。このノート破れてるけど、どうしたんだろう。これ俺らの知らないホラー要素、俺らの知らんホラー要素起きるともう死ぬけどね。完全に油断してるからね。よし、これどの順番でもいいのかな。どの順番でも多分一緒だと思う。ああ、なるほどね。じゃあどんどん紙を集めてこよう。よし。いやー、自己物件 RTA だ。始まりました。大家さん、ダメだよそんなとこ行っちゃ。大丈夫ですか大家さん。うわぁ、出ちゃったぁ。コメント読んどこ。うん、大家さんも幽霊もうやられちゃってんのかもな。もういないんだと思うね。ほい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 。さあ、塩選手、機敏なターンから2枚目の日記を見事に
呼んだ呼んだ。さあ3枚目はどうやって行く、どのルートを、どのルートで行くのか。階段降りた。ダッシュダッシュ。これは車を探しに行きますね。ちょっと裏から回ると車にたどり着くのは遠いから、ちょっとここは時間のロスですね。あ、もうなんか縄置いてあるじゃん、そこ。何は？縄と10円玉が多分あるよ、あれ。あ、ほんと？よし、うん、これって…いや、もうこれ車だよね。事故物件 RT 奏者としても恥ずかしくないこと、戦いができるな。あ、ごめん、妄想だった。10円ないやん。妄想だった。 RTA を邪魔したいおじさん、めっちゃ害悪。本当にもう消えてほしい。害でしかない。はい、3枚目。でカラスにもあげよう。いる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 。そうだね、カラスやったら多分魚欲しいおじさんが出てくるんでしょ、これ。あ、こっちもいるよね、多分ね。あ、いない。ねえ、どこで出るんだろうね、あの人。あーっと、見られている、見られている。どこで閉じるんだろうな、これ。そっと行けば大丈夫なんじゃない。おおおー、いいね。あ、しまった、乱したぞ、ゲームを。違うって。持ってきて、こっちだよ。カラスと交換だ。どうぞ。よし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 。いや、もう40分ぐらいで来たやつがもうあっという間ですよ、これ、うん、はっ。4、はっ、4枚目。5枚目は、あ、そうか、キャタツ、あ、キャタツ拾うんだったな。キャタツーか、あのスツールツーか。そしたらもう先にさ、一回見ちゃった方が早いんじゃない？ああ、そうだね。うん、チラミおじさんがいるわけでしょ、あ、いた。はいはいはい、もう今度は、やらせないぞ。うん、食い、やめろ、その音はやめろ、ちょっと。よし。この音、重低音で来るよな。うん、さっきね、この手前にすでにイヤホンを放り投げてたからちょっと気づかなかった。ああ、そうなんだ。うん、君さ、そうね、その前の、あ、だから俺が話しかけても反応しなかったのか、さっき。よし、トイレに来た。いいね、いいね、いいですよ、完璧な立ち回り。逃がさないよね、これで逃がさないよ。来たらもう笑うけど、順番が違う。順番が違うよって。幽霊様の言う通りにしないといけない。これやってる間なんかできないのかな。やめろ、 RTA 目指すな。覗き穴見て、ちょっとあの覗き穴見たっていうフラグを満たしておく。はい、見ました。はい、覗きました。覗きました。はい、その間に水が抜けております。素晴らしい。絶対そんなのないでしょ、これ。よーし、OK、よしよし。はい、6。あ、もうこれはもう凄まじいスピード。100円集めるだけだ。 10円どこ。10円、確かに10円は、ああだ、あの魚おじさんの家の前だ。ああ、そうか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 。もう落ちてんのかな、ここに。あった、やった、あったあったあった。あ、確かこっちだったな。 RTA というかせっかちプレイ。あー、いたいました、いましたよ。あ、いたい。ちょっとここ、ちょっともう。はい、10円くださいね。はい、10円ください。あと10円。やっぱ一回 見ると強くなるな、人間って。人は強くなれる、怖さの数だけ強くなれるよ。あれ、あと10円どこ。これじゃ10円持ってない。
今ちょっとスイカしか持ってない。あ、ほんと。うん、10円どっかに落ちてないかな。家の中にはなかったんだっけ。家の中だっけ。道中、いや、そんなに落ちてなかったよね。なんで覚えてないんだよ。わあ、そこだ、そこだ、そこ、それ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 、そうだった、こんなのあった。ありましたね、こんなのが。うん、オッケーオッケーオッケー。覗きました。すっかり忘れちゃったよ。忘れてたわ。いやー、素晴らしい手際ですよ。よかったよかったよかった。やりましたね、これは。あれですよ、10分15分で来ましたね。すごい記録だ。大記録。3倍ぐらい早いですよ、すごい。と俺は温かい。これで、ね、第2の逃がさないように来たよ。これどうなるんだろう、7枚目。とりあえず画面ちっちゃくしとこう。あれ逃がさないようになってるよ。あ、でも、神の、あの、恩恵があるから、うん、逃げれるんだよ、今回は。なるほどな。我々には神、ほらほらほら。ああ、すごい開いてる。我々、神の恩恵があるから逃げれる。あ、閉めちゃった。ごめん、閉めちゃった。なんで閉めたの。でも開くんですね。ああ、いいね、逃げよう、逃げよう。幽霊も大変、なんか、なんでってなってるんだろうな。トイレから逃げちゃおっかな。お前たちの失敗は我々を敵に回したことだ。あ、トイレから逃げられないんだ。うっ、やめて。よし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 、そう、こう、こういうの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 、ここが、ここが大事だから。安心しきったところで来るから。あー、あー、びっくりした。未来という気持ち、何度振り返った、何度振り返っても、そこには誰もいなかった。今ではいつもより足早足で帰った。いいね、いいよ、帰っていいよ、お家帰りな。学校行くと彼はおらず、彼の先も彼がいた痕跡もなかった。不思議に思い、友達先生に聞いた。そんな人は知らないと、みんな口を揃えて言う。なるほど。彼はどこへ。またアパート行ってみたが、アパートがあった場所。ああ、夜勤事件と一緒だ。亡くなってたパターンだ。しかも私が好きだった彼って。あ、そうなの。好きだったの。え、早く言ってよ。すべて私の夢だったんだろうか。それも嫌だな。あれ、空想のお友達ってやつね。うん、やった、グッドエンディングの実績が6解除されたぞ。ああ、やった、これさん、もうクリアしたよ。ここに人が映ってる。本当だ。怖っ。これさ、あれじゃない、完璧さじゃない。びっくりした。あー、びっくりした今。あー、怖かった。びっくりした。なんだよ、暗くて見えない、暗くて見えない。あー、うん、ちょっと、うん、あ、ここも空いてる。ここにも人いるし。あー、なるほどね。え、どこ。え、うん、真ん中だけじゃん。いや、右にもいるよ。え、ビラさん、ありがとうございます。え、この手前にいるの人の顔、これ。うん、ちょっと暗いから分かりづらいかもしれない。うん、スマホじゃ分からない。画面明るくてるわ。え、この傾いてるの人の顔、これ。え、うん、結構人いるぞ、ここ。あ、ほんとだ。ワン、ツー、スリーでいるわ。はい、というわけで、事故物件短編ホラーということでね、まあ早い時間で終わると聞いてたので、うん、ちょうど1時間ぐらいやれてよかったなって感じですね。グッドエンドも、グッドエンドも見てたし、うん、怖。またこのデベロッパーさんのゲームいくつかあるんでね、うん、なんかこのデベロッパーさんのゲームでおすすめなのがあったらメールとかで教えてくださると幸いです。また何かやると思いますんで、うん、じゃあ今日はちょっと早いけど、デンデンさん、ありがとうございます。今日はちょっと早いけど、ここで終わりにしようか。はい、うん、また次は、2月に入ってからかな。2月4日お嬢さんできるのは4日、2月4日の夜ぐらいにまた2人で、まあホラーか何かやろうと思いますので、また見てやってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、それじゃあ今日はこの辺で、ちょっと早いですけどね、ありがとうございました。皆さん、じゃあ明日からまた1週間頑張ってください。
頑張ってください。それじゃあまたね。お疲れ様でした。じゃあねー。バイバイ。